北陸新幹線の金沢敦賀間が今日開業し、沿線の各駅では多くの人が一番列車を見送りました。出発進行。福井県の敦賀駅では東京行きの一番列車かがやき502号が発車すると、集まったおよそ800人の鉄道ファンなどから拍手が沸き起こりました。51年という長い年月をかけて本日無事開業の日を迎えることができました。東京駅で敦賀行き一番列車の出発の合図を務めた石川県出身の俳優浜辺美波さんは、北陸には魅力が多いので多くの人に訪れてほしいと語りました。さらにより一層北陸エリアが皆様にとって身近なものになっていただけるとすごく嬉しいです。今回の延伸によって東京敦賀間の所要時間は最速で3時間8分、東京福井間は2時間51分となりました。1本で行けるようになって便利だと思います。かなり楽なのですごく感動しています。また今日からは石川、福井、新潟、富山の北陸4県で宿泊代金が最大で 50% 引きとなる能登半島地震からの復興支援策、北陸応援割も始まり、延伸開業との相乗効果が期待されます。